はい、こんにちは、ブルーホースです。今日は人生について悩むのはいいことだっていうお話をしていきます。まあ、悩みがあると大変なんじゃないっていうふうに思う人が多いと思うんですよ。僕もどっちかというとそっちの嫌いでしたね。ところが実は逆に悩みがなさすぎても鬱になるかもみたいなね話です。あ、ちなみにこれ悩みとストレスとはまた別です。ストレスがない方がいいんですけど、まあ適度なストレスはねある方がいいみたいな話もあったりするんですけど、ストレスがあることと悩みを抱えていることとはこれはまた別個になるんで気をつけてください。で、悩みないと鬱になるよっていう、まあね、こう逆転の発想っていう話なんですけど、実はですね、まあ普段はこうね悩みがあると鬱になりそうだっていう傾向が多いと思うんですよ。ところが人間って抱える精神的な問題についてはあまりにも考えなさすぎると免疫力っていうのができないんですよね。風邪をひいて風邪をひきにくくなる体になるためには風邪をひく方がいいと、ね、インフルエンザにかからないためにはワクチンを打って免疫力作るみたいなのと同じなんですよね。だからいきなり抱えきれないくらいの大きな問題が来ると、まあ、一気に潰れてしまうなんていうことになるんですよね。もう立ち直れないくらい精神が崩壊しちゃうと、うん、だから大人になってから大恋愛をして振られましたとかってなったらもう二度と恋なんかしないわっていうのを、それが例えば中学生や高校生くらいから何回も恋をね重ねてきていると、よしじゃあ次頑張ろうっていう発想になるかどうかって、まあそれに近いかもしれないですね、うん、で人間っていうのは人生のことで悩むっていうのはすごく大事なことなんですよ。で時々、まあ、解決策が浮かばないくらい大きな問題について考えるっていうことはものすごく大事なことなんですね。でそれは例えば何かっていうと、あなたは何のために生きているんですかとか、人生で何を成し遂げたいんですかとか、あなたは人にどんな貢献ができる人なんですかって、こんなことパッて急に聞かれても、俺何のために生きたいんだっけとか、私が人生で成し遂げたいことって一体何とかってね、多くの人がね悩むと思うんですよね、うん、でこういった大きな問題について考えている人ほど、まあ、メンタルが実は安定していますよという意外な結果が出ています。でスピリチュアルな問題への取り組みってことで、まあ、スピリチュアルって言ったらね、まあ、ちょっと宗教チックとかそういう感じのところですね。日常的にその価値観、自分自身、あなたこの動画を見てくださっているあなた自身の価値観とか考え方、思考ですよね、とスピリチュアルなことについて考えている人っていうのは、まあ、メンタルがどちらかというと健康ですよっていう結果が出ているんですね。で宗教なんかにハマっている人っていうのは周りから見ると、まあ、一見病んでいるように見えるじゃないですか。なんかこうわけのわからないうえーっていうことを唱えたりとか、あなたもこの宗教に入って幸せをつかんでみないとか、幸せになるためにはこの宗教が必要なのよみたいなね、ところが実際は真逆なんですよ。その場合の方が健康だって言われているケースが多いんですね。何かなぜかっていうと信じるものがあるからなんですよね、うん、周りからしたらやべえやつだなって思うかもしれないんですけど、本人は至って真面目なんで健康ってことなんですよ。ただしじゃあ皆さんで宗教に入ろうっていうわけじゃないんですよね。なんとか教に入ろうとかそんなんじゃなくて、人生における大きな問題について定期的に考える時間を作ることが大事だっていうことが言いたい話です。で具体的にはこうで次に参考になる問題に対して投げかけをしていきたいと思います。で自分にとって最高の価値観は一体何ですかと、まあ、生きていく上でこのために生きてるんだっていうものは一体何ですかと、それから自分の人生のゴールは何でしょう、このために、まあ、ここにたどり着くために自分は日々頑張っているんだっていうものですね。それから今の暮らしっていうのは、例えば仕事をしてとか学校に行ってとか、この友達と会ってとかこんな人たちと会ってとか、ね、普段こんなもの食べてとかっていろいろやってるものっていうのは、人生でその価値観とかゴールに向かっての優先順位っていうのに沿った生き方してますかっていうのを洗い出してみると、そうすると、まあ、一日一日を振り返ってみたりとか、人生の自分の10年後20年後とかを見せた時に、いや価値観全然分かってないなとか、ゴールって何なんだろうなとか、優先順位に沿ってないよなとかっていうのはいろいろ出てくると思うんですね。そういった大きな問題に取り組んでいくことっていうのは大事ですよっていうことです。で、逆に考えてくださいねと言いつつも、そればっかり考えていてもメンタルっていうのはやられてしまいますんで、定期的に例えば週に1回とか月に1回っていう風にどのくらいの頻度で考えるのかっていうのを線引きを行って取り組むっていうのは吉です。
で、結局何も考えずにぼーっと生きてしまうのも、悩みすぎて考えすぎてしまうっていうのもどちらも良くないので、定期的に、かつ、まあ自分がしんどくならない程度に人生の大きな問題について考えるっていうのをバランスを取りながら、ぜひやってみていただけたらというふうに思います。精神をね、安定させていくためには、考えることも非常に大事ですよという、そういうお話でございました。ということで、本日の動画は以上となります。また次回お会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。